こんにちは、オレンジシフトの谷です。ツールを制覇の2回目になります。今回は選択するためのツールを紹介していきます。概要欄に目次を作成しましたので、知りたいツールだけを閲覧することもできます。選択ツールを使って選択範囲を作成すると、このように点線で表示された状態になります。選択範囲を作ることで、選択した部分を複製することができます。また選択した部分だけ色を変更したり、明るさを変えることもできます。そんな感じで、この後はこの点線を作る、選択範囲を作る操作を見ていきます。選択ブラシツールは、選択したい部分をドラッグすると、ドラッグした部分とその周りの似た色を選択してくれます。選択ブラシツールを選びます。エッジスナップにチェックが入っていることを確認しておきます。また今回はソフトエッジにもチェックを入れておきます。ソフトエッジにチェックが入っていると、選択範囲が滑らかになるのでおすすめです。猫の選択範囲を作ってみたいと思います。ドラッグする時の注意は、選択したいものからはみ出さないようにドラッグすることになります。少し内側をドラッグしていきます。輪郭付近は丁寧にドラッグしていきます。ドラッグする他にクリックでも同じように作業ができます。もし間違えて外側の部分をドラッグしてしまうと、選択範囲がこのように広がってしまいます。こんな時には余分な選択範囲を削除してください。削除するためには、キーボードのオルトキーを押しながらドラッグすると削除することができます。以上で大雑把に選択範囲が作成できました。自動選択ツールは、クリックした部分と似た色が選択されます。今回は単純なグラデーションで確認していきます。自動選択ツールを選択します。画像内をクリックすると、クリックした部分と同じ色が選択されます。コンテキストツールバーの許容量を大きくすると、もう少し広い範囲を選択することができます。許容量を小さくすると、より狭い範囲を選択することができます。もっと直感的に許容量を調整したいときには、クリックではなく画像内をドラッグして許容量を調整します。基準にした色からドラッグして許容量を変更しながら選択することができます。このツールは、一つ前に紹介した選択ブラシツールに挙動が似ていますので、比較してみます。選択のメニューの選択解除を選んで、選択範囲を解除しておきます。選択ブラシツールを選択します。画像内をドラッグします。こちらはドラッグした周辺の色が選択されていますので、必ずしも同じ色が全て選択されるとは限らないです。場合に応じてこの2つのツールを使い分けてください。個人的には自動選択ツールよりも選択ブラシツールを利用することの方が多いです。長方形選択ツールは、ドラッグして長方形の選択範囲を作成できます。
長方形選択ツールを選びます。画面内をドラッグします。キーボードのシフトキーを押しながらドラッグすると正方形の範囲を作成することができます。楕円形選択ツールはドラッグで楕円の選択範囲を作成できます。楕円形選択ツールを選びます。コンテキストツールバーのアンチエイリアスにチェックを入れます。チェックを入れるとより滑らかな選択範囲が作成できます。ドラッグすると楕円形の選択範囲ができます。またシフトキーを押しながらドラッグすると正円の選択範囲もできます。列選択ツールは列単位で選択範囲ができるツールです。列選択ツールを選びます。コンテキストツールバーで幅を指定します。クリックすると選択範囲ができます。注意としては幅を小さくした時には画面に表示されないことがあります。試しに幅を1ピクセルにしてみます。画面上でドラッグかクリックしてマウスを離します。そうすると選択範囲が見えなくなってしまいます。これは拡大すれば選択範囲が表示されます。表示ツールをダブルクリックして元の大きさに戻しておきます。再び列選択ツールを選びます。幅を数値指定するのではなく直感的に指定したいときにはキーボードのシフトキーを押しながらドラッグします。そうすると自分で思った幅を指定することができます。行選択ツールは行単位で選択範囲を作るためのツールになりますので、先ほどの列選択ツールと使い方は同じです。行選択ツールを選びます。私のパソコンだけかもしれませんが、列選択ツールから行選択ツールに変更してもコンテキストツールバーの項目がこのように変更されないことがたまにあります。こういった時には先ほどの表示ツールなど違ったツールを選択してもう一回行選択ツールを選び直します。そうすると行単位ですので変更されるコンテキストツールバーのところは高さという項目が表示されるようになります。画面上でクリックすると自分が指定した高さの選択範囲ができます。これも直感的に作業したい時にはシフトキーを押しながらドラッグすれば好きな高さで選択範囲を作ることができます。フリーハンド選択ツールを選択します。このツールは一つで3つの役割を持っていますので必ずコンテキストツールバーでタイプを確認してください。まず一番左側のフリーハンドのタイプをクリックして選びます。フリーハンドのツールはドラッグした範囲が選択範囲になります。もしもドラッグを途中でやめると支点と終点が直線で結ばれます。続いてタイプをポリゴンに変更します。ポリゴンを選択するとクリックした部分が直線で結ばれていきます。何箇所かクリックすると選択範囲ができてきます。最後に青いポイントをクリックして確定させます。何箇所かクリックして青いポイントをクリックする代わりにダブルクリックしても同じことができます。またはダブルクリックしないでキーボードのエンターキーを押しても同様になります。クリックの作業をしていて途中でやめたくなった時にはキーボードのエスケープキーを押すと取り消すことができます。数箇所クリックして範囲を決めた後に途中からドラッグするとドラッグした部分だけが曲線に変更することもできます。
タイプをマグネットに変更します。マグネットは写真の輪郭に吸い付くことができるので、このハムスターの輪郭を選択していきたいと思います。最初の輪郭は自分でクリックします。輪郭に沿ってマウスポインターを移動していくと、輪郭に吸着するように新しい青いポイントがどんどん作成されます。最後に最初の青いポイントをクリックして確定になります。ポイントがたくさんありすぎてクリックしづらい時には、最初の付近までマウスを移動したらキーボードのエンターキーを押したりダブルクリックして確定してください。このツールは選択ブラシツールほど正確に選択することはできませんので、大雑把な選択が必要な時に利用してください。以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次回は描画関係のツールの紹介になります。それではまた。